どうもこんにちは、ニキです。皆さん、天才企画が始まってね、1週間経ちますが、いろんな方がね、天才してくださり本当にありがとうございます。気になる最多いいね賞の発表なんですけど、動画の最後に載せてあるので、ぜひ、最後まで見てください。そしてですね、今回の動画内容なんですけど、機材トラブルというか完全に僕のミスなんですけど、僕の声に全部エコーかかってます。なので終始僕の声が神々しいです。本当にごめんなさい。そして今回の野良さんがですね、アラサーのめちゃくちゃ性に飢えたお姉さんとですね、動画撮ってきたので、ぜひ見てください。では今回もですね、ゲームで出会った野良さんと繰り広げていくトークを、ぜひお楽しみください。それではレッツビューティフル。はじめまして、僕はニキ、イケメンだよ。ニキさん、何ですか？ファンです。エッチします？ですよ。マルちゃんは何歳なの？27歳。もうすぐ味噌汁。うるさ、すいませんでした。最近あった個人的ニュースをちょっと集めておりまして、個人的なニュース、マルちゃんはこんなことがありましたみたいな。2週間前ぐらいにタップル登録した。なんでその Tinder じゃなくてタップル行ったの？優しそうじゃん。いや知らねえよ。なんか Tinder ってさ、ちょっと強そうじゃん。プルってついてるもんね。登録してみてマッチとかさあるじゃん。なんか雰囲気好きですみたいな来るわけよ。ありがとうございますって送るやん。したら、いつ会えますかみたいな来るんよ。もう階段がないのよ、会うまで。じゃあマルちゃん的には何回結構踏みたい感じの女子なんだ。踏まなかったけど、リアルでは。リアル踏んでないの？リアル階段踏んでない。普通の人は付き合います、手つなぎますみたいな感じで、あとかあるやん。ちなみに最速どこまで飛ばした？その日に会って、その日にやってから、その日に付き合った。ヤバいやつとかいなかった？なんかでもめちゃくちゃブサイクいっぱいいる。めちゃくちゃブサイクいっぱいいるんだ。すごいよ。ちなみにまるちゃんは自分の中で自分は何点ぐらいかなみたいな。10点満点やったら4やね。王子から見てあるのアイコンは可愛いって思う？点数で表すね。 OK、 10点中ね。待って、可愛くない？高野会では可愛いみたいで。だって目元とかさ、おっきいじゃん。いや、大きくはないだろ。大きくないの？めっちゃ可愛いことと見るけど、この2倍ぐらい。この2倍あんの？2倍ぐらい。顔の半分埋まってるやん。小学5年生とかが読む少女漫画に出てくる女の子みたいな感じってこと？そんな感じじゃない？あんな感じなの？みんなそんな感じする。でも僕がタップル入れても金払った上に4点の女性ぐらいとしかじゃ会えないってことか。女の子は何点か分かんない、見えてないから。じゃあ男何点なの？一番下やったら多分マイナスとか全然おるよ。マイナスってなんだ？本当にヤバい。お風呂入ってるのかなみたいな顔もおる。もしかしたらめっちゃいい人かもしれんし。めっちゃいい人でもな、まあ、ちょっと風呂入らないだけ。そうやね、うん、幸せ。なんか有名人に出会った気分。 BTS コムドット2期ぐらいだからね。コムドットイケメンだよね。かっこいいよね。マジでやりたい。ビースト丸が出てる。ビーストの丸が。マジかっこいい。僕とコムドットはどっちがかっこいい？ニキさんの顔知らないんだよ。あ、本当に？なんか TikTok で一回出してなかった。出たかもしんない一瞬。なんかそれを見た時に、なんかブサイクって思った。まあまあまあ、チラッとしかまだ見てないからね。でも、TikTok の動画見てたら、全然好きって思える。ブスだけど。ぶち殺そうかな、このババを。子供からいけるのか、本当に。戦いはね、弱いところから潰していくのがね、これ定石だからね。じゃあ僕の顔ありですかなしですか、お答えください。なしだね。黒髪の方がまだかっこよく見える。金はマジでないな。祈祷みたい。いや別に色関係ねえだろ。そうでも祈祷だろうな、それ別に。クリスマス何してた？クリスマス？どうしたどうした？なんかあったね。キモい一日だったけど、ダイソンの掃除機もらったから、いいクリスマスだって。何がさ、キモい一日たらしめた？仕事が嫌なんですよ。何の仕事されてるの？クリスマスはキャバクラでした。キャバ嬢さんなんだ。そうです。普段は OL です。土曜だけちょっと羽ばたこうかな、みたいな。あ、なるほどね。夜のパピヨンね。あ、そう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 。変なお客さんとかじゃ来た、はい、タバコ吸うたびに顔面踏んでくれ。何の関係があるの、タバコと顔面の？あとトイレ行くたびに早くおしっこ持ってきてよ。もうお腹いっぱいなんだけど、その二人目で。ドイツ人物。あ、全部ドイツ人物。ニキさんは彼女いないんですか？いや、いっぱいいるよ。まんないね。どうせオカリナみたいなやつ。いや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 、わかんないじゃん。みんな橋本環奈かもしれないじゃん。それはない。18人とも全部橋本環奈かもしれない。もうちょっと僕と喋ろうよ。いや、おもろいネタちょっとないかもしれんけど。でも僕はもう本当に君のことが知りたいだけだから。あ、オッケー。お尻の穴のほくろの数まで僕に教えてほしい。ほくろないよ。あ、内反なんだ。僕60個あるもん。真っ黒、ブラックホール。ほくろでできて。中学校の頃のあだ名、ブラックホールって呼ばれてた。あ、だから金髪にしたの、髪の毛。違うわ。黒になりたくないから、みたいな。伏線回収してる。人生の黒歴史ってあったりする？うーん、船部に行ってめっちゃ酔って朝起きたら本当に自分家のベッドの横に知らない男の人がいて、名前も聞かず3分後には解散したっていう。ちなみに他に人生の黒歴史ってあったりしない？他にやらかしたことみたいな。5日間お風呂入らなかったりとかってこと？
外も全然ある。カップルの人に言えんやん、風呂入ってない。いや、うちは風呂入ってないように見えないからね。そいつらもすでに髪ギトギトなわけじゃない。写真がギトギトやん。たまたまギトギトだったかもしれないじゃん。そういうことか。なんだろう。ポジティブだからな、割と。あ、ポジティブなんだ。めっちゃポジティブ。あ、なんか結構でもやむときはやむけど、害を及ぼさない人様に迷惑かけないメンヘラってこと。もうなんか時が忘れてくれる。あの、まじでそれ普通の人だわ。周りに迷惑かけないメンヘラは普通の人なんや、ただの。どういう時に落ち込むの？落ちの時。だからタップル始めた。なんか人生は経験だよなと思って、タップル経験してねえなと思って。まあまあ、その普通に考えて、誰も傷つけないように言い方すると、売れ残りたちがやってるだけでしょ。ダメだよ。まあ、誰も傷つけない言い方するとね。いや、もう傷ついたね。残飯たちってことですか。残飯たちになりたくないから年末で辞めるって書いてる。ちなみにさ、タップルのさ、そのさ、自己紹介みたいなとこ、なんて書いてるの。自己紹介のところは、年末までの間に適当に大会します。巣を打て、巣を。巣を打て。別に使わなくてもいいんで、みたいな感じ出すな。やめろよ、それ言うの。本気になれよ。必死になれよ。熱くなれよ。その前まででもちゃんとやってたよ。本当に。どんな感じの自己紹介だった。友達ができたら嬉しいなって思います。キャピ。キャピみたいな。キャピって何なの ?27 が27歳が出会いがなさってタップル始めてみました。ペロ姉妹の下ちぎるぞその下姉妹。ちなみに他に人生の黒歴史だったりしないの。マルが結構萌え物の練習とかもしたことがあって。萌え物の練習したの。あの萌え物講座ってあるんだ。萌え物講座ってあるんだ。誰にでも出せるみたいな。萌え萌えになったら絶対イケメン連れれるっしょ思って。僕結構その萌え声のこともその動画撮ることあるからさ、じゃあ聞いてあげる、萌え声を。講座の練習通りにした結果ね。オッケーオッケー。マルです、よろしくお願いします。あ、はじめまして。どうも、王子ですよね。めちゃくちゃ王子です。めっちゃ好きだ。ぶち殺すぞ。なんか、マイメロみたいな言うやつ。あ、はいはい、地雷系じゃないけど。どっち系入れれば可愛くなれるんじゃねって思ったけど、無理で。その、カーボンを出そうと思ったのは、いつ出そうと思った、うん、どれくらい前に学んだの、それ。3ヶ月前とかじゃん。いや、27のカーボン無理だろ。やめて。致命的ミスしとるやん。次の改善点的には。改善点的には。ヘリウムガス。萌え声でさ、じゃあ連れたとしましょう、イケメンが。はい。向こうはさ、その萌え声でさ、めちゃめちゃ可愛いさ、うん、ロリ系の女の子だと思って多分来てると思うんだよね。あ、顔見せてよってなった時どうしようと思ってたの。頑張る。何をだ、加工、若作りをか。加工頑張る。いやでもロリは無理だよな。いけるよ、いけるよ。いける。こんにちは、マルダウって言ってみて。こんにちは、マルダウ。あ、ダメだやっぱり。え、何がダメ。失礼のないように言うと。いや、そこはもうさ、やめようぜ。失礼でいこうぜ。分かった、乾いてる。なんかね、水分がない。あ、待って、じゃあちょっと待って。ビタミンレモンってやつがあるからさ、ちょっと一回飲む。もしかしたら劇的に変わるかもね、それで。美味しかった。変わってねえよ。